わるの？チケットはもうどこにもありません。不正に入手でもしない限りチケットはもう不正に入手しよう。待て、できる限り席を多く作ってはいるんだけど。で、せやったら不正にチケットを入手しようとか言い出して。それはダメ。チケットはちゃんとしたところから買わなきゃダメ。わかった。岩飛びペンギン役の相葉愛菜です。みんなで全力で楽しんで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皇帝ペンギン役の根本瑠香です。皇帝の名に恥じぬよう千秋楽まで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、アライグマ役の小野崎です。新井さんのように千秋楽まで突っ走って走っていきたいと思います。よろしくお願いします。サーバル役の尾崎優香です。千秋楽までドッタンバタン騒ぎたいと思います。よろしくお願いします。はい、フェネック役の本宮香菜です。千秋楽までみんなで怪我なく楽しくできればいいなと思ってます。頑張ります。はい、ロイヤルペンギン役の佐々木美恋です。プリンセスを舞台でも演じられることの喜びをかみしめつつ、千秋楽まで頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ジェンツーペンギン役の田村京香です。千秋楽までみんなで一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。はい、フンボルトペンギン役の竹田育子です。千秋楽まで事故なく怪我なく冷静と情熱の間で頑張ろうと思います。よろしくお願いします。楽しい。チーターをやらせていただきます石井玲香です。プレッシャーは大きいですが皆さんに楽しんでいただけるよう頑張ります。よろしくお願いします。はい、たぬき役の加藤里穂奈です。たぬきのフレンズとして一生懸命いきます。よろしくお願いします。はい、ホワイトタイガーとサーベルタイガーをやらせていただきます坂井蘭です。よろしくお願いします。マンモス役の二藤萌乃です。皆さんに楽しんでいただけるように何より自分たちが一番に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、オカピ役の元ホタルです。最後までオカピ頑張ります。よろしくお願いします。はい、羊役の西川美咲です。見てくださった方が笑顔でほっこりした気持ちで帰れるような舞台を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、オーフラミンゴ役の河野ゆりやです。心が平和になるようなこの獣フレンズの作品を、
来ていただいたお客様皆さんにリアルで体験していただけるような舞台にしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。黒ひょう役の稲村あずさです。楽しんでいただけるように全力で楽しみたいと思います。よろしくお願いします。白長すくじら役の伊藤理香子です。初舞台なので緊張しますが千秋楽まで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今話題の大人気アニメの舞台化ということで、まず携われたことに本当に感謝しております。そしてアニメにはいないフレンズたちがこの上の段にはたくさんいると思うんですけど、どんなキャラクターなのか楽しみに見に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。獣フレンズサーバル役の尾崎優香です。今回は、アニメもそうですが舞台となって、獣フレンズが、始まるんですが、本当にアニメとは違って、セットだったりとか衣装だったりとか本当に魅力満載の、アニメとは違った魅力満載の形になっているので、皆さんまた癒されて帰ってほしいなと思っています。よろしくお願いします。